ブギーナイツは1997年制作のアメリカ映画。本作は1988年のポール・トーマス・アンダーソン監督、脚本の短編映画、ザ・ダーク・ディグラー・ストーリーを長編に作り直したものである。主人公には実在したポルノ・男優であるジョン・ホームズをモデルにしており、1970年代末から1980年代に、 かけてのポルノ業界の光と影にスポットライトを当てた作品となったため、公開当時は一部で打ちくもので特に監督と主演俳優の確執、特に主役のエゴを描いたことから、フランソワ・トルュフォーのアメリカの夜を思わせる内容だとして、ポルノ業界版アメリカの夜と称された。ナイトクラブでアルバイトをしていたエディは、ある日、ポルノ映画の監督であるジャックにその虚婚を見込まれ、 スカウトされる。ポルノ業界に飛び込んだエディは、ダーク、ディグラーという名前を与えられ、出演作品は、ヒットポルノ映画の賞も受賞するなどして、スターダムにのし上がっていく。名声を手にし、贅沢な生活を楽しむエディがが、次第に、コカインやメタンフェタミンといった麻薬に手を出すようになる。やがて時代の波で彼らにも暗雲が垂れ込め、 監督との確執や転落という浮き目にも合う。括弧内は日本語吹き替え本作は非常に高く評価された。映画批評サイトの6点トマト図には65件のレビューがあり、批評家支持率は92%、平均点は10点満点中8.1点となっている。また、メトクリティックには28件のレビューがあり、平均点は100点満点中85点となっている。 ありがとうございます。